今天的绘画练习时如下：一，在饭店问哪里可以卖公仔；二，问怎么去到哪里；三，在店里问卖公仔是几楼；四，在店里买公仔。首先，一边注意听台词，一边看影片。接下来，请你看没有字的影片。最后。 请你自己讲哦。じゃあ始めましょう。あのー、すみません。はい、なんでしょう。ワンピースのフィギュアが欲しいんですが、どこで買えますか？明道ショッピングモールで買えますよ。明道ショッピングモール。 明堂ショッピングモールまでどうやって行きますかここから歩いて5分ですありがとうございますいらっしゃいませあのー、おもちゃ売り場は何階ですか9階ですありがとうございます いらっしゃいませ。あの、ワンピースのフィギュアを探しているんですが。ルフィのフィギュアはありますかすみません。今、在庫がありません。在庫ええと、その商品は今ありません。 こちらはいかがですかこちらも人気がありますよ。うーん、それはちょっと。そうですか。では、こちらはいかがですかうん、いいですね。いくらですか ?3500 円です。じゃあ、それをください。ありがとうございました。

明堂ショッピングモールまでどうやって行きますかここから歩いて5分ですありがとうございますいらっしゃいませあのおもちゃ売り場は何階ですか9階です そうですか。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あの、ワンピースのフィギュアを探しているんですが、ルフィのフィギュアはありますかすみません。今、在庫がありません。 在庫は何ですかえーと、その商品は今ありません。こちらはいかがですかこちらも人気がありますよ。えーと、ちょっと。そうですか。では、こちらはいかがですかうん、いいですね。それ、いくらですか 三千五百円です。じゃあ、それをください。ありがとうございました。最後、请你自己讲哦。はい、何でしょう メイドショッピングモールで買えますよ。ここから歩いて5分です。いらっしゃいませ。 9階ですいらっしゃいませすみません今在庫がありません えーと、その商品は今ありません。こちらはいかがですかこちらも人気がありますよ。そうですか。では、こちらはいかがですか ?3500 円です。 ありがとうございました。